志和直香です。今日はこの大月華道さんの黒い柿に生けていきます。はい、じゃあまずこれ見て、アセビです。もうすでにカットしてます。チャッチャチャッチャハサミ入れて綺麗な形自分で作りました。さあそして見て、エッジは斜めに切ってでしょ。スーッと落としていくとピタッと止まります。さあそしてここにね、切り頭重くって止めるのすっごい難しいのね。でここもう一本目、ほら割っています。これをキュッとして挟みますね。そしてよ、ちょっと難しかった。はい、お互いの重さで止まるようにしました。さてどうしようかな。ここにね、黄色のゾーン作っていこうかなと思うの。こういう感じでね、ギューって感じ。さあこれ、これも綺麗ね、この黄色。よいしょ、ほーら黄色がギュギュッといったね。えどうでしょうね。でちょっと珍しい花材を発見したの。これスイートピーなんだけど、黄色なんだけど、なんか黒いインクをね吸い上げたような感じなのね。ちょっと珍しいよね、こういうの見るのね。えせっかくだから珍しい花材でいけなくっちゃね。ちょっとこの黄色だけで単調になったら面白くないから、これこうして入れちゃうね。こういう感じでよいしょ。これほら黄色のマチエールがずっとこうできていくの分かりますよね。よっ、どうだろう。さあもうちょっともし入れちゃおうかな。こういう感じでこっちかな、こういう感じで入れます。ちょっと軽くして入れるね。このまま入れると重いかなって感じあるから、これでここね。はい、黄色のゾーンがここにできた。でも黄色だけじゃちょっとつまんないよね。どうしようかなって思った時にこう入れる、それともこう入れる、どうしよう迷うね。ちょっと見ちゃう。やっぱこっちかな。赤よりも今日これでいきます。キュッ、もうちょっと短い方が良かったかな。よいしょ、どうです、こういう感じでね。でそれでちょっと切り落としたこういうのあるのね。これちょっとこの辺こうやって入れちゃう。これもちょっとこっちにこうちょっとかける感じで入れてもいいよね。ちょっとふわっとふわっと、ちょっとだけねこっちにも色味欲しいから
でもね、ここはね、これを見せたいの、このキューって出てるところね、うん、どうかな。で、ちょっとさ、締めにこういうのも入れちゃいたいのね。はい、お待ちかね、誰も待ってなかったかもしれないけど、私が行けるときは必ず風船とはだよね。はーい、ちょっとこうね、ちょっと欲しいんよね。ちょっとだけよ、いっぱい入れるとね、飲食もんだもんね。ここ、こういうとこどうだろう、ギュギュッと、ちょっと揃いすぎたかな、ちょっとやめとくね。この辺にしようか、ヒュッね。え、はい、うーん、どうかな、もうこのぐらいかな。あとはそうね、うん、風船と終わったらもう一個ぐらい、こっちにチラッと入れてみようか、この感じね。よいしょ、なんかしっかり見て入るとこ探して、はい、どうでしょう、完成です。うん、あの色のこう濃いグリーンから始まって緑きて黄色きてね、こうざーっと流れていくトーンを表現してみました。はい、ありがとうございます。うーん、白い花と赤い花どっちが良かったかな。まあでも私の今日の気分ではこっちの白い百合の方かなね。どう、霧ってね、重くて入れにくいですけど、ちょっと短くして扱ったら、うん、そんなに難しくないかな。それとね、このほらスイートピーがね、独特な色なのよ。インクでも吸わせたのかな、ちょっと黒が入ってるの、うん、これあの使ってみて面白い花材でしたね。あのスイートピーも結構あの柔らかくこうカーブつけることできるしね、あの重くならなくっていい花材ですよね。はい、あー、またまたこれも間違いなく横長の展開です。でもまあ綺麗に入ったからいいかな。うん、あのちょっとこのぐらいの作品小ぶりな感じで入れてみるのもいいかなって思ってますね。小ぶり、こんなに大きな横長の展開で小ぶりっていうのもちょっと苦しいかもしれないけど、まあそれなりに小さな作品です。はーい、いろんな角度から撮ってますよ。どうぞゆっくり見ていってください。はい、これで水引きでもつけたらお正月花いけるかもしれませんね。はい、はい、じゃあ今日はこれで完成です。ありがとうございました。